こういうふうにちゃんとした用語を使ってちゃんとした専門家の視点フィルターを通して見てみると、全然今まで知っていた状況と180度違う、そういう世界が見えるようになる。ここまで営業利益率っていうものを見て、稼ぐ力ってどれぐらいっていうのを見てみました。次に広告代理店の売上高、単純な収益の大きさっていうのを見て、市場の規模どれくらいっていうふうに見ました。そして三つ目に見る点、それがセグメント情報。いろんな事業を展開している、多角的に展開しているその会社の中で、一体どの事業が利益を上げているの、もしくは本業ってどれぐらいうまくいってるの、それがこのセグメント情報です。比較する会社はフジテレビと日本テレビ、この2つです。ここまで紹介した2つの会社、当然ですけど子会社っていうのがあるはずですよね。そしてこの子会社がある場合、子会社の財務諸表と親会社の財務諸表、その個別財務諸表というのと連結財務諸表っていうのがあるらしいんですけど、この本ではその2つがある場合、基本的には連結の方、全体の財務諸表の方を見ていますっていうふうになっています。富士メディアホールディングスという方はメディアコンテンツ事業、そして都市開発事業、この2つのセグメントがあります。一方日本テレビホールディングス、こちらの方はメディアコンテンツがあるっていうのは一緒なんですけれど、生活健康に関する事業、そして不動産に関する事業、この3つのセグメントがあります。富士テレビとこの日本テレビ、どちらも本業、いわゆるテレビ事業というものはメディアコンテンツ事業のことです。そして気になるその数値を見てみると、日本テレビの方がフジテレビよりも本業でだいたい3倍ぐらい利益を上げています。日本テレビはここ数年間ずっと視聴率が第1位、そしてこのように視聴率が高いと当然広告を出す時のお金も上がる、結果的にその視聴率の高さと広告収入の高さ、それによってまた番組にお金がかけられる、こういう好循環みたいなものが発生している、それが日本テレビです。一方フジテレビというのはかなり前までずっと1位を独占だったけれど、今のところここ数年間は民放の中でだいたい視聴率は4位っていうのが定位置らしいです。こういうふうに視聴率がそこまで高くなくなってくると、今度はお金が、収益がなくなってきて番組にお金をかけられなくなるっていう悪循環が起こっている、それがフジテレビの本業の状況です。全体の売上高っていうのを見てみると、フジテレビの方が、フジテレビのグループの方が上らしいんですが、営業利益、諸々の経費を差し引いたその利益っていうものを見てみると、日本テレビのグループの方が上、規模はまだフジテレビの方が、フジグループの方が大きいけれど、本業テレビっていうすごくパフォーマンスのいいそのビジネスではフジテレビっていうのはどんどんと悪化してきている、そういう状況です。フジメディアホールディングスの売上は大きい、規模としては極めて大きい、じゃあ一体どこで利益を上げているの、それがセグメント情報、もう一つ目の分野、都市開発とか観光に関する事業です。こちらはグループ全体のなんと5割の利益を上げています。富士メディアホールディングスというのはテレビでかつてはすごく収益を上げていたけれど、今では本業から少しずつもう一つの儲けの柱っていうのを作っている、ビジネスを多角化しているという会社でもあります。都市開発事業では産経ビルを子会社化したり、グランビスタリゾートっていう会社を買収したりして、どんどんと M&A を進めています。結果的に営業利益率っていうものだけを見てみると、都市開発事業の営業利益率は 13% ぐらいで、日本テレビホールディングスの方はだいたい 11.何% ぐらい、フジテレビのその都市開発事業っていうのは営業利益で見てみてももう十分大きな収益の柱となっている、フジメディアホールディングスはうまーく収益のもう一つの柱を作り上げたという状況です。この2つの比較をまとめてみると、これからオリンピックとかもしくは万博みたいなものがある中で、環境事業、都市開発事業っていうのはまず間違いなく収益を上げていく成長産業です。一方テレビというのは明らかなようにどんどんと縮小していきます。今テレビ業界、メディアコンテンツ事業では日本テレビが上ですけれど、
これからマーケットがどんどんと変化していく中で、変化に対応できるかどうかっていう視点で見ると、富士メディアホールディングスの方がずっと優れているというふうに言えるかもしれません。でもまず間違いなく僕が絶対に思うのは、僕とか一般的な本で書いてある、聞かれて言われて分かる程度の内容って、その会社のめちゃくちゃ頭いい人って絶対 100% 分かってますよね。 100% 分かってて、しかもそれを解決したことはある人材が絶対いるはずなんですよ。じゃあ今一体どういう対処をしているのか。日本テレビももう一つの利益の収益の柱っていうのを当然育てているはずです。スポーツクラブのティップネスっていうところを子会社化したり、動画配信サービスの Hulu っていうところを買収したりして2本目の収益の柱を作ろうと頑張っているけれど、売上営業利益率っていうところで見てみるとまだまだ高くない、すごく苦戦している。それが日本テレビホールディングスの状況でもあります。一見してみるとフジテレビの方が追い込まれているようにも見えますが、よくよく見てみると日本テレビホールディングスの方が追い込まれていて、第二の柱というのをいかにうまくスピーディーに作ることができるかという瀬戸際に来ている状況なのかもしれません。実際ここまで見てみて、セグメント情報って見てみると結構詳しいことわかるんだなっていうふうに驚きました。フジテレビって勢いがない、視聴率が取れないみたいな話はよくあるじゃないですか。テレビでもなんかそういう話するじゃないですか。でも意外とビジネスとして会計っていう面で見てみるとうまくいっているっていうふうに言える。あんまりこうニュースとかネット情報とかで視聴率が取れない、この有名番組の打ち切りが決まったみたいな話聞くと、勢いがない会社なんだ、苦戦してるんだっていうふうに思うけど、こういうふうにちゃんとした用語を使ってちゃんとした専門家の視点フィルターを通して見てみると、全然今まで知っていた状況と180度違う、そういう世界が見えるようになる。これが自分の専門とは違う言葉を知る、その人たちの頭の使い方を知る、すごく楽しいところでもあります。では次の会社は一体何でしょうか。ここまでまずはじめに営業利益率を見てどれぐらいお金を稼ぐ力があるのかっていうのを見ました。そして次に規模の大きさはどれぐらいみたいなのを知るために売上高っていうのを見ました。そしていろんな事業を多角化していて一体どこがうまくいってるのっていうのを調べるためにセグメント情報っていうのも見ました。じゃあ次見るところは一体何かというと自己資本比率っていうものです。要するに自分の持っている資本、その会社の資本っていうのは一体何割が利子をつけて返さなきゃいけない負債なのか、何割が自分の懐から出した、もしくは何か元々の株主から増資してもらったお金なのか、返さなくていいお金なのか、それとも返さなきゃいけない負債なのか、この比率っていうものを見たのが自己資本比率です。この自己資本比率を見て比較する2つの会社が、1個が NTT ドコモ、もう1個がソフトバンクという会社です。この著者がなんでこの2つの会社を比較したのか、しかも自己資本比率っていうもので見た時になんでこの会社に着目したのか、それは資本の状況っていうのが大きく影響するから。なんでかっていうと基地局を作らなきゃいけない、端末っていうのは在庫があんまり貯めすぎると良くないよねとか、もしくは2年縛りとかってあるように、ストックビジネスって言って1回契約が済めばしばらくの間は安定して収益になる、そういうふうに持っている資産の状況っていうのが事業全体に大きく影響を与える、しかも資本が大きくないと参入できない分野でもある。そんな意味で大きな資本を持たないと参入できないこの携帯電話という市場に対してどういう違いがこの2つの会社にあるのかっていうのを紹介しています。自己資本比率を計算するためには賃借対応表のその会社全体の資産を見る、そして次に自己資本を見る、この比率が一体何パーセントか、それが自己資本比率です。だいたい 30% ぐらいがまあ基準かなというふうにこの本では紹介しています。この自己資本比率 NTT ドコモが 73.2%、 一方ソフトバンクが 21.6%。 ソフトバンクは非常に負債の大きい会社だということがわかります。でも負債って
本当に悪いことなの？というふうにも言っています。携帯電話の事業は先ほど言った通りストック型ビジネスといって、どれぐらい新規開拓、新しい顧客を囲い込むことができるかというのが大事なビジネスです。昔のどんどんと携帯電話が普及している新規契約する人が非常に多かった、勢いのあった時代というのに、どれぐらいスピードを持って事業に参入できるか、それが大事だったわけですから、大きな借金をしたソフトバンクのアプローチは間違いなく正しいわけです。こういうふうに大きな借金をして負債を抱えて、それでもってスピードをつけて事業をするっていうのをレバレッジ経営というふうに言います。レバレッジ効果っていうのはよく論文とか読んでても本とか読んでても出てくるワードではあるんですけれど、要するにこれってテコの原理っていうふうに、何か少ない元手で大きな利益を出すとか、少ない数字で大きな数字を叩き出す、それがレバレッジというものです。ソフトバンクはこのようなレバレッジ経営の典型例でもあるというふうに紹介されています。自己資本比率の逆数、その反対を財務レバレッジといって、これはすごく簡単なことで、1000万円自分の財布から出してビジネスをした、それは1000万円分のビジネス。そして一方で1000万円さらに借りて2000万円のビジネスをした、これは財務レバレッジが2倍というふうに言います。負債を活用したビジネスというのは結構一般的なことで、この財務レバレッジがだいたい3倍ぐらいっていうのが普通の事業、そして4倍になると、まあ攻めてる、まあ攻めの事業だなというふうな感覚らしいです。ソフトバンクの財務レバレッジは 4.6 倍、めちゃくちゃ攻めてる会社でもあるわけです。借金って悪いの？負債って本当に悪いの？っていうもう一つの理由が、節税できるかどうかっていう話です。自己資本としてお金を集めた場合、調達コストというのがだいたい 4% から 6% かかる。例えば配当金として何か配ったりとか、単純にお金を集める、自分の財布から出す場合でもコストがかかる。それが結構高くて、しかも節税ができないというのが自己資本でお金を集めた時のデメリットらしいです。一方、負債としてお金を集めた場合、だいたいこの調達コストが 1% から 2%、 すごく安くお金を集めることができる。しかもこの負債で集めた場合、その節税ができるというメリットがあるらしいです。要するにお金の集めやすさで言えば、レバレッジ経営というのは非常に有利な、メリットの大きい手段でもあるらしいです。財務諸表を見てみると、 NTT ドコモというのはその有利子の負債っていうのがほぼゼロ、実質借金がほとんどない状況で、その内部保留といって自分の中に溜め込んでいるお金がだいたい4兆円ぐらいある、そういう会社らしいです。このようにソフトバンクは携帯電話の新規契約者を囲い込むタイミングでレバレッジ経営によって十分大きな利益を上げることができました。でも今の時代、確か国民の数よりも携帯電話の契約数の方が多いというふうなデータもあるように、あんまりこの分野っていうのは成長産業というよりかは、もうすでに成長した成熟産業でもあるわけです。しかも格安スマホとかもあるし、政府がどんどん、その行政レベルでどんどんとその携帯電話の値段、通信コストっていうのを下げようとしていますよね。そういう意味で今の分野、今の状態ではあんまり収益が見込めない、これから成長するとは言えない分野でもあるわけです。ただ 5G というのがあるわけです。 5G を導入すれば、もしかしたらもっとビジネスが大きく展開できるかもしれない。でもそのためにはたくさんのお金を払って、基地局とかなんかそういう設備とかを導入、リフレッシュしなきゃいけない。そのためにはお金を借りるか、もしくは自分の財布から自己資本としてお金を出さなきゃいけない。どちらの場合も借金がない方がお金借りやすいですよね。自己資本出しやすいですよね。 NTT ドコモの方が会計っていう面から見てみると、これからの 5G の時代有利じゃないですか。これがこの著者の考えです。次に紹介する会社が大和ハウス工業という会社と積水ハウスという会社です。これテレビの例えば CM とかでもよく見たことありますよね。この2つの会社なんですけれど、売上高っていうのがそれぞれ業界第1位と2位なんですが、約2倍の差があるという、まあ、売上高その規模っていう面で見ると若干開きのある2つの会社になります。